はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 10で内蔵ディスプレイ、いわゆるですねノートパソコンを使用している際にディスプレイの明るさを変更する設定方法について2つご紹介していきます。まず1つ目の方法ですが、スタートから設定をクリックします。続いて設定画面でシステムを選択します。システムの左側のメニューでディスプレイという項目がありますので、こちらをですね選択していただくと、右側にですねディスプレイの設定項目が出るんですが、この一番最初ですね、こちらに明るさと色という設定画面が表示されますので、こちらの内蔵ディスプレイの明るさを変更するというところですね。でここにつまみがありまして、こちらを左クリック押しながら左右に動かすことで明るさを調節できます。右側に持っていって数字が大きくなればなるほど明るくなっていって、左側にスライドしていくと数字が小さくなるんですが、この数字が小さくなればなるほど暗くなるという設定になります。で続いて2つ目の明るさの設定方法ですが、デスクトップ画面の右下にアクションセンターというものがありますので、こちらをですね一度左クリックします。そうすると通知がですね表示される画面が出てくるんですが、この画面の下の方に4つのですね今現在機能が表示されているんですが、位置情報とかバッテリー機能とかそういったところをですねオンオフするボタンですねあるんですが、今現在のままだと明るさの設定項目が表示されていません。なのでこの場合はこの位置情報の上に展開という文字があるんですが、こちらを一度クリックします。そうするとそれ以外の項目ですね、今まで隠れていた機能が表示されて、この下にですねディスプレイの明るさを変更するつまみが表示されます。ですのでこちらでつまみを動かしてあげることで明るさを変更することができます。